こ雨かける。本能寺の兵は少数、一気に攻め入り信長様の首を取ります。来るか光秀、来るがこの信長に背ききれるか見定めよう。この状況で本陣を狙ってくると、何としても守りきるのです。あなたの悲惨な復讐劇の手伝いに来たわよ。来るなって言ったろうが。そうはいかないの、あなたの不幸を見届けたいから。速やかに二条城に入る。そこを拠点に父上を援護するのだ。どちらでもの魂、私にも響いてきます。敵将軍、貴様に送ろう鎮魂歌を。兵が足りぬ。剣意長政、今日脱出し援軍を呼んでまいれ。開門。援軍を呼ばれてもまずい。彼らを逃がしてはなりません。できましたね。敵将よ、貴様に送ろう鎮魂歌を。ほんの小手調べ。本能寺に間断なく増援を派遣せよ。さすれば父上は軍備を整えられる。開門。信忠さんが信長に援軍を送ってるみたい。先に信忠さんを撃てば。敵将よ、貴様に送ろう鎮魂歌を。あっぱれなる勇士よ、おめでつかわず。敵将、誠実に討ち取った。父上は何としてもお守りせよ。開門。開門。二条城を狙うか。女の勘は侮れぬな。我こそは織田信長が嫡男信忠。無縁人どもここで成敗してくれる。信忠さん、承知じゃ。ごめんね、あなたまで不幸に巻き込んじゃって。
一部の隙もなく追い詰めてやるぜ信長。敵将軍、貴様に送る鎮魂歌を。鎮魂歌を。敵に兵力が残ってたか。放っとくと本陣が危ないね。私を撃たないと先には進めないわ。それでもあの人の元に行くという。結局復讐よりこっちを選んじゃった。しゃねえ。俺は天下の
色男だ。俺が引いたらあいつはならここで守りきるしかねえ。この会計を抱いて死ぬのね。嫌なんだよ。女が死ぬのを見るのはな。よー、危なかったね。あの一度の間、信長様の忍びに襲われているようです。信長様の抱える忍びは数多く屈強。完全に追い払うことは。じゃあさっさと信長を片付けましょう。なんでこっちに逃げてこないのよ、バカ。任せておけ。